皆さんこんにちは。サッカー情報局です。アジア大会始まりましたね。今回はいよいよ韓国を分析してみたいと思います。韓国はヨーロッパの5大リーグのエース、イ・ガウミン、ソン・フンミン、キム・ミンジュン、このセンターラインはやっぱり強烈ですね。特にイ・ガウミンは久保と同年代でオリンピック世代です。体格的にもすごく良くて素晴らしい選手ですね。今回の試合では相手がバーレーンだったんですけれども、一番輝いてなってそういう風に思いました。それと大会前の練習試合で胃が熱くなりすぎてイエローカードもらったみたいな話だったんですけど、今回は冷静でした。レフリーが中国の方だったんですけれども、まあ私見てまして韓国も結構ラフプレーあったですが、キム・ミンジュがカードもらったりとか、両チームで7枚カードが出たんですけれども、ちょっと韓国に厳しかったですね。バーレーンの選手も一発退場じゃないかなって思えるような、後ろからのチャージもカードすら出なかったですね。荒れたと言われていますが、私的にはそんなに荒れてはいなかったと思います。それなりに韓国は冷静に試合を運んでいた。バーレーンがやはり最初から飛ばしていかなければいけなかったんでね。良いシーンも作っていましたが、やはり韓国は最初から飛ばさずにうまく試合を運んで、終盤になって突き放したと、韓国の横綱相撲の試合だったのかなという風な印象あります。はい、それではまずバーレーンがですね、左のペナの外からフリーキックです。美味しいシーンです。次のシーンは私は思いますけれども、韓国はサイドの攻撃上手ですよね。サイドに溜めてから、そして逆サイドから中央に進出してくるみたいな、こんな感じですよね。次はまたバーレーンが中央から突破していって、キム・ミンジュ少し重いですね。次はやはり左サイドを突破して右から侵入した選手、韓国の選手がノーマークで決めてまず先制しました。韓国のフリーキックですね。キッカーはいいです。次は後半です。前回の動画で言いましたけど、今度のワールドカップはバーレーン真剣に狙っていると思うんですよね。一人一人の能力がやはり高いですよね。はい、クロスボールをアクロバティックなシュート、そのこぼれ球をシュートですよね。はいはい、そしてバーレーンが同点に追いついたシーンです。やはり左サイドから中央に行って、また韓国のディフェンスの裏に合わせた、そのこぼれ球を中央の選手が蹴り込んだ。これだけ右へ左へと振られると韓国もやられますよ。はい、次がイ・ガンインのこれは外からシュートです。シュートが外側から曲がってくるようなシュートで、キーパーって全然届かないですよね。イは2列目なので、マーカーもなかなかつけなくて、本当に要注意です。この選手は、次もお得意のパターンじゃないですか。左サイドでから突破して、馬体がノーマークで、右から中央に入ってきて、右で打つと見せかけて、左でシュート。怖いですね。この選手は捕まえにくいですよね。その点この試合あまり良くなかったんですけれども、ソン・フンミン、良くないというか見どころがなかったんですけど、敵にマーカーがつきますよね。ただここは抜けていって決めないとダメですよね。はい、外したシーンです。はい、そうするとですね、まだ1試合だから何とも言えないんですけれども、やはり韓国はフィジカル強いし、それとやはり試合運びがうまいですよね。バーレーンがバタバタするような感じが見えますよね。すると韓国は落ち着いたゲーム運びをしてますよね。先ほども言いましたけど、サイドからの攻撃が上手で、そしてソン・フンミンだとかイ・ガウミンとかきちっと決めれる選手を揃えてますし、ディフェンス面もキム・ミンジュを中心に固い。でも両サイドの裏のところはやはり狙い目なのかなと、そんな感じですね。
あと2試合見てみないと、はっきりとは言えないんですけれども、これは日本と決勝で当たれば、面白いゲームになりますよね。それとですね、最後にあの冨安が全体練習でメニュー全部こなしたと、次のゲーム、イラク戦出てくる可能性ありますね。それと三笘が、今までは別メニューだったんですけれども、全体練習には参加した。ただ、試合復帰に関しては、まだクエスチョンマークだそうです。はい、ありがとうございます。次回は、イラク戦を詳細報告させていただきたいと思います。それでは、皆さんさようならありがとうございます。